本城村は明治22年4月1日から兵庫県に存在した村で当初うな郡、軍、ゴム子に属した。阪神電気鉄道の開通により都市化が進み、宅地化と工業地化の両方が進行した。昭和2年3月神戸都市計画区域へ編入され、昭和25年10月1日に神戸市に編入されて東灘区の一部となった。 上里製の水路と言われる横川が西から東に流れる。海岸沿いの平坦な土地であり、最高2メートル突破。河川は北の本山村から流れ出た横川が西から東に流れ、大和深江の西北部で四つ松川、串田川を合わせて深江の西方で高橋川と呼ばれて海に入っていた。本山村岡本の大谷川の下流西川が魚崎、 村との西の境をなしていた。昭和初期に行われた河川改修により横、横川は廃川とされて高橋川が本流となり、大谷川は天井川の支流としてつなげられた。その田土川や安幡川、青銅村との境をなしていた、宝寺川などの極小河川があった。農商務省の明治27年の調査、水産事項特別調査では、 深江の漁業者42個144人、水産化工業7個32人。1903年に深江浦漁業組合、青木浦漁業組合設立。因数は1910年の兵庫県統計書によると深江76人、青木37人。深江は、イワシ地引き網漁業と、ハゼたて網、青木は、イワシ地引き網、アサリ漁業、ハマグリ漁業をしていた。 近世には、灘伊都の内植灘統合に属し、最盛期には、青木、深江の醸造工は二万国に及んだ。しかし、灘で行われた、水車精米はこの地区では行われず、足踏み精米であったために品質が良くなく、東京以外の地方での販売を主とせざるを得なかった。さらに、酒税の増加と価格の下落、防腐剤や唐辛子を使用したり水を加えて、国高 1896年の酒造税の改め即により止めを刺され、1900年頃には青木の酒造は全廃した。それに対し、深江では酒造が続けられた。なだ伊佐の酒かすを元にした焼酎の醸造も盛んであった。最盛期には40の醸造家が2500国を製造していた。これも1896年の酒造税の見直しに 1892年には、名古屋の清水醸造家、笹田伝左衛門が、青木の寺田一郎衛門の酒蔵を勘入れ、川島銀太郎を大無人として、翌1893年から巣の醸造を始めた。称号は、丸勘で、後に、丸勘図と改めた。この地方産のそうめんは、なだめそうめん、情報そうめんとして、江戸に運ばれ、本城村では、 代表的な産業であった。天保年間に、青木の木村十左衛門が、山と三和そうめんの製法を伝えたことが始まりである。しかし労働力の不足、競争の激化などで、日清戦争を境に急激に減少した。大正10年頃には青木、西青木に若干の製造化を残すのみとなったが、昭和5年時点で7350貫、価格6550円で、 向こう軍では抜きんでていた。昭和期の兵庫県管内工場一覧には、青木の札国製麺工場が見られる。本城村は1889年に青木、西、青木、深江の各村と横谷土各村の飛び地と田中村の被作地を合わせて成立した。村名は、県の方針で省園名など地域全体を表す、古い名称があればよることとして、 九州延命の本庄とした。なお本来の本庄の範囲には、西青木村は含まれておらず、芦屋市や元山地域東部にまたがる。詳細は不明だが、成立時には、利害対立があったようで、当初軍長は、深江、青木の二村での新村を構想しており、1888年9月10日に、両村の総大がこれを承認して、新村の役場を両村中央に置くことに決定した。 しかし、青木村は、西青木村を合併することで北端村管理課のため池を本庄村管理にしたり、横川を西青木村内で直流させることで、廃川都市、堤防落ちの払い下げを受けるなどを目指したため、合併構想は一旦白紙化としてから再協議となり、結果三加村合併と相なった。しかし、これが明らかになった後も役場は三加村の中央課、青木。 深江の間かで議論があった。本庄村成立後も深江はこれに納得していなかった。軍長が説得に当たったが、1892年12月12日付で、深江村総代が県庁に出頭した上で村としての意見を述べたいとの、岩を軍長へ提出していた。もともと本庄村は深江と青木の2箇所に中心があり、集落間や北側には高地が広がっていた。 しかし、明治38年に、阪神本線が開通し、深江駅と青木駅が開設されたことにより、仕事を求める労働者や海浜別荘地を求める、富豪など村外からの移住者が急増して都市化が進行した。大正10年代になると、深江の東南部、芦屋に隣接する神楽神殿を中心として、別荘、邸宅が並ぶ、海浜住宅地となっていった。 戦前には十数軒の外国人別荘が立ち並び、神楽町には深江文化村と呼ばれる洋館群が出現した。これに対し阪神本線から阪神国道までの地域は区画整理がされたものの、宅地下の進行は戦後の高度成長期まで待たれることとなる。大正10年に本庄村は工業地域として神戸都市計画区域へ編入されるわけだが、 この時、本庄地域に、馬蹄型の運河を掘って、阪神国道と接させて、一大集産地とし、掘作した土砂で、深江の海岸を埋め立てようという計画があった。この計画は、北の本山村と合同の計画で、阪神間唯一の商工業地が目論まれたものの、莫大な工費がかかることもあってか、実現はされなかった。こうして、深江東部は、別荘地として、 青木は工業地としての発展を見ることとなった。本城の宅地下は阪神間の他の地域と比べれば緩やかなものであったが、高南工場が爆撃された際や同20年6月5日と8月6日に受けた空襲によって死者436名、負傷者225名がで、青木、深江地区の町や長屋や農家や 漁氏の家屋などの伝統建築の多くが消失し、跡地には最初バラック、ついでモルタル塗りの簡素な木造建築が建てられた。その後国道43号付設によって、最も繁華な市街が立ち抜きを受け、さらに平成7年の阪神、淡路大震災により数少ない伝統的建築が失われた。詳細は、神戸商船大学を参照講師実業学校として、 川崎基線による私立川崎商船学校の設立が認められたのは大正6年のことである。高知は大阪府浜寺から兵庫県赤石までに至る大阪湾岸を共催に調査の結果、北に六甲山を望む継承地たる深江の海岸高橋川川口西岸が選ばれた。開設にあたり、海浜の砂止め工事の必要があり、敷地内4カ所に2軒、 内市16件の特定を築くこととなり、これが漁業に支障ありとして対象7年7月500円の報奨を深井浦漁業組合に寄付する契約を結んで翌4月に納入された。この工事を出願したのは深井に海浜住宅を最初に建設したエドワードハズれとハンターの長男藩大野龍太郎である。1918年4月公開化30名。 機関下20名の計50名が入学。1919年川崎造船所が川崎帰船より分離すると同時に公主実業学校程度では国際航路船舶職員の育成に不十分であるとして中学卒業以上の学力を有する者を入学資格とする官立商船学校と同等の専門学校へ昇格させるため全施設を政府に堅納し、 1920年8月12日に、文部省により神戸高等小専学校が設立され、第二学年までの在校生はそのまま、神戸高等小専学校不設小専学校の生徒となり、1923年3月全員の卒業をもって、これを廃した。さらに高橋川川口より期待35件5分、あまりに護岸工事をし、合わせて一部を埋め立てて、 経線地と射程を設けることとなり、1922年10月漁業権に影響を与えるとして、深浦漁業組合に車両2500円の支払い約束をした。1945年4月1日、高等商船学校の改祖により、神戸高等商船学校は、商船学校神戸分校となった。同時に、運輸通信省により、会期専門学院が、 同地同施設を利用して開校した。これには、会場実歴のある船員に対して、船舶運航に必要な学術技能を教授する目的があったが、同年5月11日と8月6日の空襲により、全焼し、魚崎小学校などへ本部を移したまま終戦を迎えた。1946年、足屋シ,シチベット町にあった日本海洋報告団の施設を借用して移転し、 同年末より、深江校舎の修復をはじめ、1947年5月、一部が復旧し、1948年4月7日に本部が復帰した。1952年に神戸商船大学となり、平成15年神戸大学開示科学部となって、現在に至る。室戸台風、さらに1935年の水害に続いて、復旧の不十分なまま。 昭和13年にも大水害があった。6月28日から降り始めた雨が7月5日には豪雨となり、最大時雨量6 0ト、mm、ル、最大尾、雨量3 2 6ト、mm、ル。死者は557人、流出家屋1955個、全壊4039個。ただ、深江財産区管理会会長氏、伊安スは平成5年にインタビューの際、 本城のあたりは、阪神大水害よりも、昭和9年の室戸台風の被害の方が、すごかったですね。と述べている。また、その時被害の小さかった本山の人々が握り飯、などを持って、救援に来てくれたという。西青木では1年後に、流れてきた、当時の巨石を用いて、復興を記念した石碑を、春日神社境内に混流した。 周辺の航空写真航南製作所への昭和20年5月の爆撃による500ポンド爆弾の着弾点、川西航空機は日中戦争が始まると昭和14年航南製作所の設置を決定した。当時の青木海岸は田園地帯と松林と足萩の茂る砂浜であった。ここに土を入れて海岸線を埋め立て用地を確保した。 昭和14年11月17日、川西飛行機は、兵庫県知事に、公有水面埋め立て並に民有地地上を呼び、春節願いを出し、本庄村座青木地崎公有水面92,547平方メートルを埋め立て、自青木地崎45,039平方メートルの砂浜を中心とした民有地に、電動式、サンドポンプを装備した春節船で、 操作して埋めた。予算は130万円。海岸線に並行して、幅400メートル、海岸線から約150メートル水面に突き出し、砂浜を含め一辺265メートルの四角形とする計画であった。青木海岸の埋め立てが始まったのは1941年1月17日からで、5月24日から建物の建設が始まった。 極めて大規模な海軍の生産力拡充命令には、莫大な費用が必要であり、国家からの特別の助成を受けるために、宝塚製作所と共に土地、建物、機械が、兵器等製造事業特別助成法の適用を受けた、間接民営工場となることが決まった。各して1942年4月1日、一部、竣行して、港南製作所の生産が始まった。 敷地面積は約23万平方メートル。総建物面積は約19万平方メートル。芦屋川川口から西へ約1.3キロメートル、大阪湾に突き出た不登場の土地である。東は会議専門学院、高等商船学校神戸文校があった。主要建物はすべて大きな平屋建ての近代的鉄骨造りで天井の高い 長い巨死状の屋根で不燃性の軽量を薄板で覆われていた。大型飛行機の最終組み立て工程を行う総組み立て工場は約4万4700平方メートルあり、現在は川西航空機の後ろ身である新名は工業港南工場として使われている。港南製作所では西木飛行艇と巨構が製作されていた。軍事工場であったため、 昭和20年5月21日 B-29 の精密爆撃を受け、目標を恐れた爆弾は近隣市街地にまで降り注いだ。戦災復興計画についてはもともと村が1945年11月の村会で独自の復興事業を村長による発案で計画していたが、昭和21年9月に区画整理をもってして戦災地の復興をなす。 特別都市計画法の交付施行によりこれが中止され、神戸地区と一体での事業が進められた。復興計画では、戦時中無秩序に膨張した工場地を整理し、漁業地区と住宅密集地区を交換境の都市とし、阪神線以北の宅地化、土川井島を中流住宅地として、美観を保持することとした。具体的には、東南端の樹木の多い景勝地と、 北部地域を再エ住宅地、九州落を普通住宅地として、それぞれ標準区画を定めた。新名和工業、宝珠像、笹田商店などがある地域を重工業地、高橋川、天井川沿いの工場地を、軽工業地、阪神深江停留所付近を商業区域、青木停留所付近を住宅区域内の店舗区に、定めた。 復興土地区画整理事業の設計と規定は1947年7月認可され、8月6日告示された。この中には63,350平方メートルの公園緑地や福井池公園が計画された。1950年完成を目指したが、物資の調達の混乱から計画は縮小され、1950年には、 ドッジラインによる国の財政立て直し政策により全体計画が縮小されて再検討5か年計画が練られたが本庄村では当初の128.9ヘクタールに対し再検討計画では134.8ヘクタールに増えている復興事業は合併後に神戸市へと引き継がれた1950年6月街路などの整備に従って町名が変更され 障子が配当後、均一化されて、多くの障子名が消えた。本庄村には、江南市や名田市といった合併構想があったが、いずれも実現しなかった。東の聖堂村は単独で、市政市、西の三影町、住吉村、魚崎町は、昭和25年4月に、神戸市へ早々に編入されている。戦後の合併の規定には、 GHQ の指示による財政改革による財政難やシャウプ勧告による合併の促進の保持などの要求などがあった。本城村の場合、芦屋市との相互の解消合併を行うか、神戸市に編入するかが問題となった。江南市建設計画が立ち消えになると、1948年12月24日に芦屋市より本山、 本城両村との会消合併新種建設の申し入れがあったが、本山村は、魚崎町も含めることを求め、これが不可能となると1949年4月27日の本山、本城両村の議員懇談会で、足足との合併には応じられないとして、以後足足と本城村との合併案に切り替わる。神戸市の方からも1949年以降は見、見陰、 住吉、魚崎さんが町村との合併の見込みがついてきたので、本山、本城までも含めた子が町村との合併の機運が強くなった。これを受け、本城村でも同12月5日、村会に合併のための特別委員会を設けて、神戸、芦屋両市案の検討を始めた。戦前以来の都市計画区域と港湾整備の問題、そして何よりも、 水害と戦災で逼迫した財政を救うことのできる神戸市の経済規模は魅力であり、1950年2月29日、村会に置かれた自治振興委員会において、芦屋市との合併を断ることとし、それまでの回答を保留するという閣議決定が行われた。しかし、本庄村にとって芦屋市は縁の強い場所であり、通勤先、日常品の 当時の阪神館の中小新聞も民政新聞や摂津また新日報が神戸市編入を日節新報が足足編入を支持し互いに激しく論戦した。そんな中、本山村での住民投票の結果が発表され、僅差で神戸市への編入が決定されたことは本庄村にも影響を与えた。依然、足足との合併意見は強く、 3月20日には一度、断る方向だったアシ屋ア市との合併を再検討することに決定した。こうして、同志担当者と何度か交渉に至ったが、本山村が離脱してはそもそもアシ屋アの提唱した人口10万人に届かないことや、財政面での条件で折り合いがつかなかったため、6月2日の村会において、アシ屋ア市との合併案は否決された。こうして、 神戸市への編入に動き出した本城村は6月8日に合併のための仮調印7月24日には正式調印を神戸市との間で取り交わしたところが足足との合併を求める村民から住民投票など村民の意思を問うことなしに神戸市への編入を村が決定したことに対し反発が強まり村会に対してリコール運動が展開された 正式調印が行われた6月24日から運動は始まり、7月7日にはリコール成立に必要な法定数2305名を大きく上回る3608名の署名が本庄村選挙管理委員会に提出された。選挙管理委員会は署名簿と選挙人名簿の称号を行い、2930人の署名を 有効とし7月25日から役場会議室で縦覧に供した。ところが、このうち1636名の署名が代筆で、あると異議が出た。また、8月7日、長井章財門村長と細井茂次郎議長は、地方自治法に基づいて、兵庫県選挙管理委員会に、本庄村選挙管理委員会へ、厳正な指揮監督を陳情している。結果、 8月15日、本城村選挙管理委員会は、法定数をわずかに下回る2266名の署名を有効と認定し、リコールが不成立となった。これに対しリコール派はこれを不服として、神戸地裁に行政訴訟の提訴を行った。この間、選挙管理委員が辞任する騒ぎになるなど村を二分する大問題となっていた。リコールをめぐる、 村内の対立の激しさから当初予定の9月編入は見送られ、一時は本山のみの実施も検討された。ちょうどこの時ジェーン台風が近畿地方を襲い、村民の7割が被災し、被害金額は5000万円にも達し、このまま合併できなければ財政が収集のつかないところまで落ち込む危険があった。こうして10月5日には最終的な兵庫県会の承認を得、 7日付の憲法で、告示、10月10日、本城、元山両村は、神戸市へと編入された。リコール派の運動は引き続いたが、11月2日、岸田兵庫県知事、再建県会議長の調停のもとに、神戸市及び両派の代表が会合を持ち、地区住民の神話を兼ねて、地域の問題を、研究討議する研究会を組織し、両派から、地域運営に協力する。 胸の合意を得た。一切の低訴告発が取り下げられ、地域内の争いも和解を遂げた。後の1969年に、西、青木、青木、深江の各財産区が発足している。寺田一郎衛門江戸時代創業の青木の酒造家。彼の家系は、完成5年の酒造家事、田や一郎表へ、幕末の寺田や一郎表へ、寺、田や一郎衛門が確認できる。 村の発足時は、彼の離れ、座敷を役場として使用した。明治25年頃、酒蔵を笹田伝左衛門に譲り、後の丸冠子となった。リリン、七郎兵江戸時代創業の青木の造家で、野号は名田屋。彼の家の過去帳によると、教皇七年志望の七郎兵より、代々七郎兵を襲名している。また、明治新政府に協力し、会計局に出資している。 彼は、養子で、青木村の小中醸造業、沢上正左衛門の三男や太郎だった。大正三年八月八日、死亡、去年五十八。岡田正造彼の家は、深江村の元網元にして、地主だった。代々重左衛門を襲名し、庄屋など、村役人を務めた。彼は七代目、重左衛門の長男として、安政元年生まれ、 明治10年に家督を相続した。妻育が有馬郡久原出身であったため見た舞を仕入れて、酒造を営み、肖造の銘柄で売り出したが、温度管理に失敗して、醤油醸造に転向したという。その後、深江村外参加村副古町となり、明治24年25年深江村総代となり、村長となった。昭和9年2月10日死去。 岡田善造文久2年11月5日、重左衛門の三男として生まれ、明治20年に文家を起こし南岡岳の祖となる。明治25年の選挙で村会議員となり、兄肖像に引き続いて村長となった。札、谷虎之助青木の総面めん業。仙台札、谷治右衛門のは、明治19年の摂州灘そう面営業組合の会員に名前があり、 明治26年の福藤取選挙に関する兵庫県知事への届け中に組合頭取とある。明治41年12月3日、48歳で没。岡田前蔵明治35年1月4日、1500円余りを掛村役場を新築。また、明治36年、青木屋座台、倉田179番地に日病院を新設。村長退任後の十六年九月。 向こ軍会議員に選出され40年まで続ける。福井達造西、青木の地主。江戸時代は、庄屋も務めた家系。現在埋め立てられて、神戸市立福井家粧学校の立っている福井家と呼ばれたため池は、福井家のものだったと言われる。岡田善蔵向こ軍会議員を退任して村長に、再就任。さらに在任中の明治44年9月の軍会議員に選出され。 大正を2年まで村長と兼任、後大正4年9月に軍会議員に再選し12年軍政廃止まで、これを務め、大正6年2月から1年間は、軍会議長だった。明治43年に作られた無こ軍水産組合の副組合長や組長を歴任し、巨場争いなどをしばしば仲裁した。大正10年兵庫県水産組合連合会が、 法改正で改組された際は、組長職にあり、無古軍水産組合と、兵庫県水産組合連合会増法から、長年の功績を表彰された。また、大正3年には村会議員を兼任しながら、芦屋川改修で、聖堂村と交渉し、7年に村会決議により、木村梅太郎村長から感謝状を送られている。村長、議員退職後も深谷区長などを務め、 土川改修や深谷の区画整理に尽力した。昭和12年4月30日死去。深山高三郎明治元年5月2日、川辺郡、稲の村の内野間村生まれ、旧姓稲垣、岡山県立医学校、愛知医学校、京都医学校などで学び、明治27年開業、29年に、深山原石の長女帝と結婚して、婿養子となる。矢部原石は、 明治8年、西宮に神戸病院分院を設置して、西宮最初の西洋医として知られるほか、町会議員、事業家も務めた。彼は、日清戦争、日露戦争を二軍医として、従軍、聖堂神常高等小学校、青木神常小学校医などを歴任。明治30年本城村に在京軍人会を設立して、会長となった。 村長就任とともに辞任するも退任後に文会長となった。対象4年から6年にかけて芦屋川を聖堂村と共同で改修。同5年から聖堂村と深江村組合伝染病隔離病院を建設。また、川崎商船学校を誘致。高齢者の養意地を組織。就学を推進。新睦団体振興クラブを組織し、会長を務めた。 明治15年9月12日死去。木村梅太郎明治元年3月28日生まれ。総面業を営み、現、青木二丁目16番16号に、総面めを有した。長屋の賃貸も行ったという。明治20年頃には、鮮魚卸市場も経営。大正15年本山村、魚崎町、住吉村と共同で仮想場事業組合を設立し、 カスオバは本山村の田中あざ南工事422番地と岡本あざ六甲山1314番地にそれぞれ開設。さらに昭和3年新築落成。昭和4年には本庄村役場を鉄筋コンクリートに建て替えている。消防組頭を3期務め、漁業組合長、水産組合長、石灰協会兼大議員、農会長などを歴任。 青木二丁目5番18号の自宅には、戦時中高社法が設置されたという。昭和21年3月31日死去。長男更信は、青木財産区管理会所大会長。松井善太郎明治4年4月1日、深江村、松井善太郎の長男として誕生。彼の家は、祖父の代から善太郎を襲名して、明治初期に小中を醸造していた。幼名はま吉。 明治24年、この F 票に入隊。4年後満期除隊。明治30年、9代目、村長、深山高三郎らと在京軍人会を本村に結成。自身の解雇によれば、日清戦争終了後に、う内軍の侵食たちが、戦死者のための中根非婚流の運動を始め、岡本梅林内に婚流したが除幕式で統制ある、行動が取れなかったことに、 団体行動を取れる人材育成の必要性を痛感し、在京軍人会の設立に至ったという。明治39年、家督相続により、全太郎を襲名。同45年深谷区長に当選。大正2年本庄村村会議員に当選。昭和4年4月に議員の任期が満了となり、同年6月に村長となった。同八年再選し、十二年に参戦。 昭和11年に三市二町十一家村と阪神、上水道市町村組合を設立。本城小学校を鉄筋コンクリート3階建てにした。室戸台風や阪神大水害からの復興を指揮。工場を誘致。昭和20年に隠居し、同年9月30日死去。岡田重左衛門明治5年2月21日、上津村、桑津ずの林家の4、男として誕生。 幼名は小一。三代目、村長、岡田正三の長女へと結婚して、明治22年、東、岡田家を創立。明治43年に、村会議員当選。以後参戦された。大正十年年決家し,し徳三郎の死去により、総家に入り、昭和九年正三から家督を相続して、重左衛門を襲名。深江区画整理組合の組合長などを歴任。 太平洋戦争開戦の年村長となり、国家総動員体制中、林保制度の整備、物資配給、出生軍人の家族支援に尽力。川西航空機構南工場の創業では、資材不足の中、上水道の整備に苦心。戦時中だったが、村立幼稚園や村立診療所を建設。村役場で空襲に見舞われたことがある。 昭和24年10月2日死去、岩谷正蔵明治25年11月23日、生まれ、三影市半学校卒、大石小学校など、神戸、阪神館で教鞭を取り、高等小学校校長を経、昭和4年就寝担当の訓導兼校長として、本城小学校に赴任、同18年助役となり、20年に村長となる、助役時代、 軍事工場の労働力として挑発された女性たちのために戦時保育所発案昭和20年開設戦後復興も彼の発案で独自の計画に着手するも政府が戦災復興を法制化したため中止戦後公職追放となり退職昭和22年9月足足足との合併問題を研究する阪神西部6 昔町村合併調査委員会の調査事務局長を委託された。歴史に造形が深く、昭和21年10月深井の文化交流団体、新興クラブ結成時に発会式の記念講演会講師として招かれ、阪神沿線の文化の遠隔と題して講演。昭和23年10月9日夜、深井で講演中に倒れ、翌9日帰らぬ人となった。生前は、 多くの生徒から慕われ、死後、教え子たちが遺徳をしのんで、本庄墓地に墓碑を混流した。長い正左衛門深江で代々農業を営む、家柄で、明治初期の正左衛門は、深江村古町などを歴任。彼は、明治24年10月5日、正左衛門の三男一郎として生まれる。大正14年家徳相続して、正左衛門を襲名。 昭和4年8年12年17年と村会議員に連続当選。戦前戦後を通し、深江区長や深江地区長内会連合会長などを歴任。戦後最初で最後の公選村長に無投票で選ばれた。1950年10月、財産区協議会の顧問相談役に就任。1976年5月16日死去。損者仏閣。 ありがとうございます。